ございます、もしくはこんばんは、ノーミクドリアフカの夫です。さあルミナプログノシス、なんとか言えたかな、みんなさんもあの題名、まあ、ルミナぐらいは覚えとこうか、みんなね、ルミナプログノシス、はい、まあ、そんなわけで23日目でございますか、はい、だいぶ過ぎましたね。やっとこれであと2日でこの星5キャラ確定ガチャチケットいただけるわけでございますけども、みんなも毎日ログインしておりますでしょうか。まあそんな中ね、謎のミッションがございましてね、少年は仕事熱心だな、これですよ、これ感心感心、第1章ノーマステージ、ノーマステージ8クリア達成度1あのやってもこれクリアできないですけども、どういうことですか。もう1回クリアしたから、いや1回クリアしたらこれ消えるよね、どういうこっちゃ。これチャレンジってこれ普通にチャレンジしたな。お姉ちゃんが一緒だぞ少年、ちょっと待ってよ、迷子にならぬように手をつなごうか。第一章やろこれ、第一章ステージ8、これね、周回じゃなくて出撃しなあかんとかいうオチかな。そしてワンちゃんこれもらえるみたいな、じゃあもらっちゃおうかなみたいなところですね。いやもうそれしか思い浮かばん、これでもらえんかったらどうすんのっていう話よ、もう知らんよ、いただきんかで納得しよう。これで血を見ることになるわよ、これでいいんだよ、私の可決で。さあ皆さんどれぐらいキャラクターの方でいいでしょうかね、すべて計算通りさ。よしこれでもらえるんよね、さあもらいに行きましょう。お姉ちゃんが一緒だぞ少年、やったもらえた、少年は仕事の、これだったのか、謎が、謎は解けた、はい、よくやったぞ少年、ね、実績って周回じゃあかんかったな、こうやってやらなかったね。はい、というわけでやっと謎は解けたところで、ちょっとガチャの方を引いていきましょうか。で考えたのよ、一応ねやっと天丼までね石貯めたもんでね、この2キャラ分のこれを引くかと、で1キャラ分のこれを引くかと、いい子が終わっちゃったんだよな、あちょっと遅かった、で、これのねちょっとパーセンテージ見ましたらね、これねこちらの 0.75 でしょう、まあ2キャラあるからね、こっちは 1キャラだから 1.5% なんだよ、もうお分かりですね、こっちを引けば速攻で FM 名が手に入る、そういうことよな。いや、わからんけど。わからんけど。まあ、ね。すり抜けはほぼないと見てよろしいでしょう。いや、わからんな。他のゲームではあるんよな。はい。そんなちょっとね、怖い感じでございますけども。とりあえず、乱数調整の方やってね。ガチャを引いておしまいにしたいと思います。引いていこうか。もう全部、星子染めをまずしたいのよな。星5染めからの全属性星5染めと移行していくと、すごいパイスラッシュだよねこれね、伯爵様、伯爵様、さあこの辺のコツもよく、お休みのところ、ね、申し訳ありません、ね、調査団への応募書類が届いております。知らんけど欲しいね、どうか書類のご確認と承認をお願いいたします。スタミン、いやでもこっちかこっち選びがちなんだけど、たまにはこれ選んでみる、おっしゃ来たよ、じゃあここに行こう。さあ星子は何が来る、一つ来た、おはみれイージー、おはみれイージー、伯爵くん、密着官諜報員、霞ヶ瀬はナズナ、第七かまど七かだ、ティナポコレッピ情報屋だよ、君にはとミリアルヘクトレンチ、ミリアルヘクトレンチ、錬金工学、おはみれイージー、おはみれイージー、私の名前はティナポコレッピ情報屋だよ、君に七かまど七かだ、武器のことなら俺に任せと、お出そらです、始まる、まあまあいいでしょう、星子ならオッケーや、お乳も来たしね、もう一度は引けない、さあガチャと、星5確定キャラか、じゃ
ましょう。伯爵様。伯爵様。これスキップでいいね。どうか書類のご確認と承認をお願いいたします。猫耳を選んでおこう、うん、スキッピー。さあ何が来る。ニュキャラクター古代識別コード6と0。来た。これより任務を開始する。来た。いいね、揃ってきた。もう一度引くない。はい、じゃあもうやめたいまでやるけど引くわ。でもちゃんと引こう。ないか、これしかないか。リーコ引きたかったね、うん、いやこれリーコないよね、これね。オーブラダー提供割合、いや星4リーコあっても星5リーコないな。知っとった。はい、じゃあ行くか。早く出てくだたい。お願いします。じゃあ伯爵様。伯爵様、ここお休みのところ申し訳ありません、うん、調査団への応募書類が届いております。スキッピーをしていいんだ。どうか書類のご確認と承認をお願いいたします。猫耳を選んでみたりして、一応モスだけをしてみよう。ランクアップするかもしれない。勝てたらスキッピングでいいな。はい、さあ、さっきは長いぞ。でも、伯爵様、伯爵様、これはどうか書類のご確認と承認をお願いいたします。こっちにしよう。来るか。ああ来ない。ちょっとど真ん中に押したる。ドン、なし。さらになし。いやー、そう甘くはない。さすがに。伯爵様。伯爵。どうか書類のご確認と承認をお願いいたします。選んでないのはこれみたいな。金からの昇格。昇格ないね。厳しいね。ビロビロ。伯爵様。伯爵様、いやだからといって日お休みのとって恐ろしいよな。どうか書類のご確認と承認をお願いいたします。メイド、あー昇格せいしないな。あーなんか嫌な感じになってきた。嫌な感じ。 OK。 伯爵様、伯爵様、スキッピングなしにせよ。お休みのところ申し訳ありません、はい、調査団への応募書類が届いております。はい、どうか書類のご確認と承認をお願いいたします。全然ないんだけど、許可はね、見なかったわ。ランクダウンしたわ、ワンちゃん言えば。伯爵様、伯爵様、だからってね。どうか書類のご確認と承認をお願いいたします。こっちか、うん、はい、おお来とるんや。ランクアップしたわ。じゃあ頼みますよ、頼みますよ。これがフォームチェンジのやつなのね。つい抜けない、信じてたよ。悪くないんじゃない。ありがとね、よかった。ミリアルヘクトレンチ。オッケーオッケー。はい、あー終わった。なんとか。どんだけ引いた。これはちゃんと、あ間違えた。メニューからいけばいいんだね。メニュー交換でガチャポイントで見れます。ん、あこれ、あいやこれ違う。あれポイント、プレゼントで回収してからです。はい、皆さんお忘れなく。まずプレゼントで回収。もうこれで分かったね。600です。600だから6回引いたのか、うん、プレゼントで回収
こっちに来てのガチャポイントで交換っていうね流れですけどね、まあ、これはまあこっちを引いてあのこのガチャポイントところに還元できてね、それで2000貯まったらこっちの方に交換できるし、チケも引けるし、非常に良い。あ、ここにリーコ、あ、これわかんない、これはもう終わっちゃうやつ。リーコおらんかった、このリーコ欲しかった。まあ、でも似たようなキャラ手に入れたんで、似てないけど似たようなピック型キャラ手に入れたんで、よしとしましょう。はい、というわけで終わりにしたいと思います。ご視聴誠にありがとうございました。ではさよなら、さよなら。